タロ散歩チャンネル。なんかこう目の錯覚かと言わんばかりのこの斜めったこの階段がすごい形が歪んでるんで、すごいなんかクラクラしそうですけれども、でもこれ単純にこう斜めに段がついていて斜めにこう張ってるだけなんで、ちょっと見た目おかしいんですけれども、ちゃんとあの板というか踏むところはちゃんと水平ですから大丈夫です。ただちょっと不思議な感覚に陥りますね、この階段は。よいしょ。まあこんな感じです。なんかちょっと選挙ポスターが邪魔してますけど、明日なんで。そしてそこが大麻駅の北口なんですけれども、この脇にちょっと休める公園がありまして、なんて公園だかちょっと忘れたんですけども、結構だいぶ古びてきてるなって感じですけどね。大麻団地開発記念碑ということで、北海道知事町村金吾って結構前の知事ですよ。誰だ、高橋晴美さんの前が堀さんで、この前が横道さんかな、でその前が堂垣内さんだから、すごい前ですけどね、70年代とか、1970年代とかだと思うんですけれども、ここにね、いろいろ書いてるんですよ。昭和46年3月ですから、1971年のことですね。虫がすごい。大麻団地はもともと、肥沃の農地、荒廃たるってのかな、荒廃たる農民の要望に応え、昭和39年、面積215ヘクタール住宅団地を同営事業としてをもって造成し、今日の発展を見るに至るということで、そういう歴史がありましたというのをここに刻んでるという、こういう碑があるんですよ。よいしょっと。まあそう、でもこの駅のもうそこが大麻駅の北口なんですけれども、さっき降りたところなんですけれども、この脇のところに、そう、ここが大麻団地は各作られるみたいな、そういうような記念の碑があるということで、これもちょっとした、まあ、隠れたスポットかもわからないですね。じゃあちょっと確かね、この辺から池に行けたような気がするんで、ちょっと池の方行って、で北口戻っておしまいにしましょうか。こんなところに、これさっき登ってきたところの下の道が、これ今向こうの方に登って高さ合流するんですけどね、こっちは若干さっきも言いましたけど、向こうの方にのっぽろの方に登ってるんで、だんだん下ってって低くなる。でこっちの方はくぐって高くなって、で向こうで高さが一致するという、そういうような作りになっております。これは結構密かな裏道なのかもわからないですけれども、でもね、結局ここから降りなくちゃいけないんですよ。降りなくちゃいけないけれども、まあここからスーパー行けるんですけどね、降りなくちゃいけないけれども、さっきほどなんか高低差がないっていうか、そんなに下らないなっていう、降りないなっていう、そういう感じですよね。そしてここにポチッとなと、なんか下の方に降りれるっぽいんで、下の方に降りてみましょうか。あ、こっちからも入れるんだ。池がね、すごい大きい池があったんだけれども、もうちょっと向こうだったかな。でもこれ水が枯れてますよね。多分ここに川の流れがあるんだろうなって感じですけれども。で、確かね、これはもう緑地渡って、向こうの方に何だか町っていうのがあるんで、何だか何地ってあるんですよ、また。住宅地があるんで。まあ、という作りだと思ってもらえればいいんですけれども、だから住宅地と、それから住宅地の間に緑地があるような感じなんです。あ、でもこんな奥深いところだとは思いませんでした。もうちょっと行けるのかな。なんか行き止まり臭いな。あ、行き止まりだな。あ、ごめんなさい。こっから先は行けないや。行けないけれども、先に何があるかぐらい、あとと、手が滑った。先に何があるかぐらいは見えませんね。全然見えませんね。おとなしく登りましょうか。本当今日は登ったり降りたり登ったり降りたりですよ。はあ、ちょっと息が切れてきた。すごいですね。なんか住宅地の中っていうのは本当に森の中みたいな感じで、すごい。北海道って結構街の中に唐突にこういう鬱蒼と茂った林が出てくるのは特徴じゃないかなと思いますけれども、やっぱり住宅地しかないや。まあいっか。反対側は出るとこんな感じになるというふうに思ってもらえれば。本当に住宅地の中ですね。なので、
こっちは東側になるのか、東側になって今度向こうの西側の方に戻りたいと思います。これ いつできたか分かんないんですけれども、どんぐり橋ってちゃんと名前がついてるんですね。へー、初めて知った。あ、ここにはなんかどんぐりの木の葉っぱが、どんぐりって確かブナかなんかのあれですよね、木の実をどんぐりとか言ってるんですよね。あ、そしてね、ここにはね、リスとかもいますよ。あ、水ならって書いてある。そう、水ならの実、ブナ科のね。ここになんか道路につぶつぶがついてて、これは何だろうと思って今見てるんですけど、なんだろうな。あ、なんかね、多分ゴムかなんかをここにね埋め込んでるような感じです。あの、ここに浮き出てきてるこの黒いつぶつぶが、あの、そこの道路に入ってるものだとすればですけどね。だからまあ滑り止めがなんか入ってるっていう感じなんでしょうね。結構まあ冬とかはそうですよね、あの、日陰ですし、すごく凍りそうな場所ではあるので、まああればまあ安心かなという感じですよね。で、そうです、こっちの脇行きたいと思います。で、こっち沿いに確かに大きい池があるんですよ。なんか結構木が切り倒されてますよね。ここもそうだし、何箇所かあったんだよな。あ、そうでね、ここの、そう、鉄道林、ずっとあの、あるんですけど、江別市ってそうなんです。あの、函館本線のその線路沿いに、あの、ずっと鉄道林があるんですけれども、それこそ去年の、大きな地震の前の日の大きい台風の時に、結構な数の木が、あの、風で暴風で倒されたんですよね。まあ、それのあれかもしれない。あの、倒れて、まあ、大きっぱなのも邪魔だから、邪魔だし危ないから、それで切った後なのかもしれないですね。これなんかも多分そこら辺の木が倒れてきて壊されたんじゃないかなっていうベンチ。こっちは大丈夫ですもんね。だから、そう、あの、地震、次の日の地震ですごくこうインパクトが大きかったんですけど、前の日の台風もすごかったんですよね。で、そう、この辺のずっと団地があるんですけど、この団地が道営大朝団地なんですよね。で、向こうの方に住宅地がずっと広がってるんですけども、そうそう、札幌オリンピックの頃ってここの大朝と、それから、札幌の真駒内と、それから北広島と、あともうちょっとあったかな、なんかその3つは覚えてるんですけども、そういう団地が作られた場所でもあるというのは、そういう意味ではやっぱり札幌のベッドタウン、札幌の中心部に行くのにちょうどこう、まあまあいい距離だっていう、で比較的静かな環境だという、そういうところが作られたんですよね。そしてこの団地の向こうにあるのは後で行きますけど、あれ、あの、公民館です。あの、レンガの町江別らしく、ずっとレンガが敷き詰められてるんですけれども、まあ、後で行きます。この池の方を見てから。池はね、見えるかな。あ、多分そうだな、なんか葉っぱがずわーっと浮いてるけれども、ここ池ですね。まあ、柵がされてるし、まあ、急に、まあ、崖になってるんで結構怖いとこなんで、危ないからここから先は入れないようにちゃんとなってますけどね。でもね、なんか道路から、ね、見えるところあるんですよ。あ、すごいすごい。多分ね、ちゃんと見えるところから見ると結構見事な池が見られると思いますよ。こっからでももう見えますけれども、結構大きいんですよ。ただやっぱりところどころこれベンチが整備されてるんですね。なんか使ってる人はあまりいなさそうな気もするんですけれども、そう、こっからがよく池が見えるところで、結構ね、下に降りなくちゃいけないんで、そう、高さの割にこうすごくくぼんだ土地で、そこに水が溜まっちゃったのようなノリなので、ボートとかやりづらいかもしれないですけれども、でもこうやってみると、なんかボートを整備さえすればできると思いません？比較的すごい水草がたくさん浮いてますけれどね。そう、こんな池が大朝のど真ん中にボーンと立ってるんですよ。割と木で隠されて、あまり普段は意識しないと、見逃しちゃうかなっていう、そういうレベルなんですけれどね。これは多分、あの、電車の窓からも見えませんからね。函館本線旅行しててもあんまり気づかないかもわかんないんですけれども。で、反対側はどうなんだろう。反対側もあるのかな。横断歩道あるか、ちょっと渡ってみましょうか。あのね、そう、ここの公園のプレートがこんなところにあった。大朝中央公園って言うんですよ。あの、中央公園なのはいいんですけれども、そう、
なんか池の縁にずっとなんかちょこちょこっとあるような感じで、あの座れる場所があるような感じで、ほとんど池っていうそういう公園ですけどね、あのなんていうかな、あの滋賀県のほとんどが琵琶湖みたいな、6分の1ですけどね、実際だから琵琶湖の周りに滋賀県があるみたいな、そんなノリで、あの池の周りに大畑中央公園があるという感じなんですよ。さあ、じゃあ反対側はどうなってるかなっていう感じですね。池が続いてる風ではないんですけれども、でもあそこに称えられた水がどっかに流れていかないとおかしいなという気はするんです。そこから降りれますよ。降りれるな。ちょっとまた降りて登るのがちょっときついんで降りませんけれども、降りることはできるし、結構 谷間が深いなという感じです。で、そう、あの土地的にはだん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 もうちょっと行くと下って多分平地になるので、下った先は多分同じ高さになると思うんですけれども、ちょうどここってあの盛り上がってるところと、そう、盛り下がってるところの差が激しい、あの結構沢がね何本かあって、であっちの方にも確かねもう一個ね沢があるんですよ。でそこも公園にしててというような関係があるので、なんでこんなデコボコしてるんだというふうに突っ込みたいところはあるんですけれども、まあ、そういう地形だと言ってしまえばそこまでなんです。だからそっちにあるような大きい池はないけれども、多分どっかで暗渠になってどっかでまた水が出てるのかもしれないです。ちょっと私にはどういう風になってるかは計り知れないようになってますし、ただ降りてみたら多分もうちょっといけるのかもしれないけれども、まあ、この辺ぐらいでなんかあの休む、天気のいい日に休むぐらいだったらできるんだろうなっていう、そんな感じですね。よし、じゃああっちの公民館行ってそれで終わりにしましょうか。公民館行って駅行って終わりにしたいと思います。ちょっとやぶようがあるから、そろそろ、そうです、7時ぐらいだからそろそろ行きたいな。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。